ホイズン・サワダは、日本の元プロレスラー。本名、サワダ・アツ九1981年、新日本プロレスに入門。1983年、負傷により退団。1988年、アメリカへ渡り、ボリス・マレンコが主催している、マレンコ道場でトレーニングを積む。同年、ベトナム人キャラ、ホー・チーミンとしてデビュー。1九十二年、 日本で試合をするにあたり、ホーデスミンに解明。その後、PWC、岩流山と所属を変える。岩流山が、ユニオンプロレスと解消したのを機に、ポイズン沢田に解明。1994年12月には、ユニオン、流山大会で、マミーと、ノーロープユーシテッセンランバージャック猛毒、マムシデスマッチを行い、マムシに噛まれて、死にたくない。 と泣き叫んだことで、インディープロレスファンに広く知られるようになる。ユニオンプロレスを離脱後一時、ホーデスミンとして、西日本プロレスにも参戦するが、団体が活動停止。同じく、西日本プロレスに参加していた、徳田光輝と新団体、ジェット S 旗揚げに動くも、資金面等で問題が発生し旗揚げ前に飛んざ。その後、フリーになるが、 不祥によりしばらくリングから遠ざかる。1999年 DDT プロレスリングに参戦して、当初はもう一度輝きたいレスラーという扱いで女子の元気ミサイルにすら圧倒されるキャラであったが、2000年6月にアイアンマンヘビーメタル級王座を創設、初代王者に。9月にはヘビ神が降臨してヘビ界転生なるユニットを結成、ポイズン。 沢田樹里と改名。その後は DDT のファンタジー路線を代表するキャラクターとして活躍し、古巣新日本プロレスの日本武道館大会にもゲスト出場を果たす。また、米山ヘビオリとのミックスタックで男子選手として初めて JWP 認定タッグ王座に挑戦したこともある。一時は宗教団体ヘビヒカリの教祖も名乗るが、 2005年5月に結成を飲まされ、新人間、ポイズン沢田に戻ると、ユニオンプロレスの再旗上げを、宣言、11月3日に、再旗上げ戦を挙行する。一方 DDT 本体においても2000年から、タイムマシンで連れてこられる形で、ポイズン、沢田ジュリーを復活させ、DDT では、ポイズン、沢田ジュリー、ユニオンでは、ポイズン沢田という二つの顔を持つ。 後にユニオンプロレスを離脱。2007年2月、明るく楽しく激しいヘビ界をモットーに、ヘビ界をフルーツ軍団とする。ドリアン、沢田ジュディとなり、マンゴーフクヘビらと活動。沢田、フクヘビ、桃足等の3人で、自由が丘6人、タック王座を体感した。その後7月、高木三四郎に改造を手術されて、改造人間、ジャカイダーとなるも、10月に、 DDT レジェンド軍王高木が結成するのに伴い、ポイズン、沢田ジュリーへ戻る。2009年の両国ピーター・パンを大人になんて慣れないようでは、シングルマッチで、蝶野正弘と対戦。破れはしたものの、蝶野に対して呪文をかけることに成功した。2011年8月、アントーニオ・ホンダが占い師に相談した結果、ポイズン、沢田ジュリーではバランスが悪く、 今後いいことが何もないことが判明。そこで、ポイズン、沢田ジュリーから、ポイズンジュリー沢田へと解明すれば黄金期がやってくる。ということで8月28日後楽園、ホール大会より解明が決定。パラシュートを背に、トキオで入場する、プロレス海賊ギミックにチェンジした。2012年、2008年頃からわずらっていた、頸椎ヘルニアの症状が回復しないため、 11月25日の DDT 後楽園大会をもって引退。引退までの数試合では、リングネームをポイズン、沢田樹里に戻し、ヘビ回転賞も復活させた。その後も、時折 DDT の会場に姿を現し、本名の沢田敦夫の名で、ベルトの立ち合い人などを務めていた。また2014年4月29日には、自身の創設した、 アイアンマンヘビーメタル級のベルトを封印しようとする第999代王者の高木三四郎からベルトを奪うため選手だけではなく練習生の宮武俊にまでヘビ人間改造エキスを使いヘビ人間にして数年ぶりにヘビ軍団を作った同年12月8日の木村光一郎追悼工業ではポイズン沢田樹里として人よ限りの復活で バトルロイヤルに参加している。2015年12月12日、東京女子プロレスの会場に、流れ山の老人と少子ポイズン、沢田ジュリーの姿で登場。同団体の三浦かねを蛇会へ誘い、ポイズン三浦に改造。さらに自ら志願したカンナを2016年1月24日に、ポイズンカンナに改造。2017年3月21日、 埼玉スーパーアリーナで行われた、ジャッジメント 2017DDT 旗揚げ20周年、記念大会のダークマッチ、アイアンマンヘビーメタル Q& キングオブダーク両、選手権時間差入場バトルロイヤル、祝、DDT プロレス旗揚げ20周年記念ドラマティック、乱暴時間無制限勝負に参戦。同年9月13日、渋谷クラブアトム大会に、 ヘビ界のプロテインで改造したヘビケ氏も幸之助とヘビキ人を引き連れて参戦。ありがとうございます。